はい、コンスピラシーセオリーです。あんまりね、センシティブなことを話すと、ちょっと、なんか、センシティブな、結果に、ね、なっちゃうんで、はい、注意しなきゃいけないんで、はい、ちょっと、ヘビーな内容ではない、はい、ちょっと割と、なんていうんですかね、よもやま話みたいな、うんうん、ところら辺から話そうかなと思うんですけど、はいはい、この番組見てる人、タッカー・カールソン。うん、タッカー・カールソン、まあ、もともとフォックスにいて、タッカー・カールソンという番組をやっていた、花形キャスターだったんですけども、なんかね、別にね、番組は終わらされたけども、その局から解雇されたわけではないという立場らしいですね。まあ、ということで、他の番組、他の局で番組をやることは許されなかったんだけど、個人のメディアを立ち上げることは、まあ、その契約書に入ってなかったのか、まあ、それでツイッターで、X で、自分のメディアをやって、まあ、すごい面白い、じゃないですか。面白い人たくさん呼んでいろんなことを聞くし、うん、フォックスの中では、まあ、いわゆる極右と言われていて、ずっとトランプ推しだったのと、うん、ワクチンについての真実を話したのと、うん、まあ、あと選挙不正があったことと、あと、うん、議事堂襲撃、1月6日のあれを出したことが大きかったのかな。でもとにかくあれだよね、フォックスの中でも、うん、まあちょっと、まあ極右っていう極右だけど、どっちかというと中庸というか、うん、だからまあダグラス・マクレガーさんとか、うん、私はそう思ってないけど、世間はそういう、国葬の中ではそうだっていうことと、そういうレッテル貼りだったんですよ。そうそうそう、そう、うん。で、まあ、だからウクライナのこともどちらかというと、ロシア優勢 の意見を言う人も出すし、うんうん、ワクチンのことに関しても、まあ、だからロバート・フォード・ケネディとかを最初に呼んだりしてたのも、うんうん、タッカー・カルソンだと思うのね。はいはい、まあ、その人が、新たなメディアを、タッカー・カールソン・ネットワークっていうのを立ち上げて、で、そこにもともとフォックスで、その人も、あれ、セクハラのことだったのかな、なんか一回辞めて、NBC 行ったけど辞めて、また自分のメディアを立ち上げた、メーガン・ケリーさんを仲間に入れてやるっていうような話が今あるんですよ。で、最近このタッカー・カールソンにキッド・ロックも来てたし、うんうん、アレックス・ジョーンズはまだ来てないかな？アレックス・ジョーンズも来てたんだ。うんうん、で、とにかくアレックス・ジョーンズをツイッター上に復活させようという声が、まあ、ちょっと前からずっとあって。アレックス・ジョーンズはもともとは DJ？ インフォウォーズという、うん、まあ、だから日本政治系ネタの、うん、チャンネル、日本人に例えるとちょっと微妙にねじれてる感じもするんだけど、フルフォードさんいるじゃない、あ、ベンジャミン、ベンジャミンフルフォードさん、うん、と同じようなことをずーっと言う、あ、まあ、いわゆる陰謀論みたいな話をしてる人、うん、昔から言ってる人なんだけど、うん、でも結局全部正しかったじゃんっていうふうに今見られてたりもするし、も問題はサンディフックっていうのを、うん、小学校かなんかで銃撃事件が起きた時に、あれはまあ、クライシスアクターがやったんだみたいなことを言って、すごい批判を受けて、で、まあ、要は、それがデマだということで、デマを流すってことで、ツイッターから、まあ、一回追放されて、で、裁判も起こされて、結構何十億ドルかなんかの、支払いを命じられてもいるんだよね。で、まあ、その人が、でも、結局、言論を、奪われてるっていうことはおかしいって言って、ずっとこう、ツイッター上、X 上で、イーロン・マスクになんかアレックス・ジョーンズ元に戻すべきだって訴える、うん、みたいなのがあったんですよ、ね、うん、声があったので、うん、で、まあ、戻ってきたんですよね。はい。で、そこに、で、まあ、先週くらいね、戻ってきたのね、アレックス・ジョーンズ。うん。もう、つい最近ですよね。そう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 。うんうん、で、そこに俺らが結構目つけてる黒人のドム・ルクレ君とかも、はいはい、もうインフォウォーズに出てきてアレックス・ジョーンズ喋ってたし、うん、ダッカー・カールソンでももうね、2時間半ぐらい喋ってたのかな、うん、うん、まあでも本当に俺らがずっと言ってるように、まあこの2、3年間、3、4年間言われたことはやっぱずっと全部本当だったよねっていう話を、うん、まあ改めてしてること。アレックス・ジョーンズでもさ、911をあらかじめいろんな
結構細かい話してたでしょ。そう911の前の3、4ヶ月前からそれも話してたし、うん、あとそれこそあのペドファイルネットワーク、うん、あのヒューマントラフィッキングのこともずっと話してるから、はい、うん、先に知ってたんだよね。でそもそもそれでもともと911は裏にイスラエルがいるって言ってたんだけど、うん、なんか最近言わないっぽいっていうか、最近イスラエル批判はしてない。なんかまあいろいろ考えることがあったのか、立場が違ってきたのか、うん、で911のことをねでも予言した人ってあのシンプソンズもそうだけど、私はちょっとなんか微妙な気持ちをしているんですよね、うん、知ってたっていうのは本当に何かつてがあって知ってたか、そもそもやってる側の方の人なのか、それでリークする側なのか。アレックス・ジョーンズちょっとおかしい、いろんな変なことたまに言いますよね。まあね、うん、だからただひよってるだけなのかちょっとよくわかんないのね、それっていうのは私は思ってる。タッカー・カールソンあの、うん、エリック・ビー・アンド・ラキムってラッパー聞いたことあるでしょ、うんうんうん、珍しいけどね、うん、女性でエリック・ビー・アンド・ラキム知ってるっていう、はい、あの彼らの曲で、うん、カジュアリティーズ・オブ・ウォーっていう曲が93年にリリースされてるんですよ。その中で、要はデザートストームに行った兵士が、まあいろいろそこで PTSD になるよう な内容の曲なんだけども、そこで、いつか神風のように爆弾を、まあ、巻きつけたのが、あのニューヨークの空に飛んでくるっていう歌詞があるのね。でもそれは93年で、うん、それこそそのワールドトレードセンターの地下が爆発された事件があったじゃない、はい、91、2年ぐらいの時に、うん、あの後に書いてる曲なのね、うん、でまあ要は結局デザートストームで帰ってきて、まあ、PTSD になってる、うん、あのアメリカンスナイパーの映画のああいうような、はい、あの内容なんだけども、まあだからまあその人はそんなこと知る由もないし、まあだから、その前もってその、なんていうの、その情報リークっていうことではないと思うんだけど、うん、まあその人だから予言してるなと思って、すごいなと思ったんですけどね。うんうん、でもそういう意味ではだから、アレックス・ジョーンズも、まあなんか今は再評価というか、あ、そうですね、うん。要はだから、で、そこなんで知ってるのってやっぱ突っ込まれると、いや、もう本当に細かいいろんな情報だったり、そっちの方のその、まあ、情報、局員とかからのまあ話をこうつなぎ合わせていくと、そういうような計画があるんじゃないかっていうふうに見えてたとかっていう。まあね、そういうのはなくはない。でもそれがだって本当のさ、まあジャーナリストね。ジャーナリストだったり、うん、そういう情報エージェントの仕事じゃない。うん、ですよね。タッカー・カールソンはそういえばあれですよね。あのトランプの奥さんのメラニアさんがバイスプレジデントにタッカー・カールソンがいいって言ってはいはい、はい、言ってたよね、うん、でもねやっぱあの今自分のこの仕事はこのやっぱジャーナリストのメディアとしてやることだからって言って、うん、それはあの丁重にお断りするようなことは言ってたよ。あ、本当？うん、ああ、そう、うん、そうで、でイーロン・マスクあ、まあ、イーロン・マスクはそっか。まあ、アレックス・ジョーンズを、あの、まあ、復活させたっていうことで、うん、あの、よくやりましたっていうふうに言われてるんだよね。イーロン・マスクはほんとバンバンいろんなことしてますね。結構ね。なんかまあ、イスラエル行って、ちょっとネタニヤフに懐柔されちゃったとこはあるけど、うん、まあ、結局それでも、あの、ガザの人たちが、あのスターリンクの、イーロン・マスクの会社の、あの、Wi-Fi を使えるようにはなってるみたいなんで、うん、でもね、本当そういう意味でガザはどうすればこれね収まるんでしょうかね。うん、いやでもなんかもう収まるんじゃないかっていう気するけどね。あんまり長引かせ、世界がなんかすごい動きが早いっていうか、今ちょっとあのネットフリックスの話していいですか。はい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 。ネットフリックスで、先週ぐらいに世界同時にリリースされた Leave the World Behind って日本語で Leave the 世界を取り残す、世界から離れるみたいな、うん、を置いていく、世界を置いていく、うん、っていうのが、リリースされたんです。でちょっと私見たんですけど、これねドラマなんですけど。ドラマなの。うん、あ、ジュリア・ロバーツが主人公で、へ、ちょっとケビン・ベーコンとかもちょっと出てくるんだけど。ってことは
何話か連ドラ。あ、ごめん、ドラマっていうか、映画か。映画っていうか、ネットフリックスの、そうそう、オリジナルムービーみたいなやつ。はい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 、で、プロデューサーがオバマ夫婦。バラック・オバマとマイケル。マイク・オバマ。マイケル。ミシェル・オバマがプロデューサー。バリーとあと、ジュリア・ロバーツもプロデューサーっぽかったけど、これ大体ね、そこが、まあ、一応本のベースにしてるんです。で、まあ、昔だったらさ、こういうのってさ、そうなったら怖いよね。マトリックスとか見ててさ、うん、こんな世の中だったら嫌だよね、とかって思ってたものを、もうなんか現実味が。まあ、つまり、サイバーアタックで世界が全部、なんか一つの家庭だけ、ジュアレバーツの家だけがあんまり気がついてなかったんだけど、全部サイバーアタックで、世界が多分少なくともアメリカってことか、機能してなくて、で、これがどうなっちゃうんだろうみたいなので終わる話なんだけど、まあね、いろんなね、なんて言うんだろう、まあまあネタバレしないレベルで、ね、ああ、ネタバレしないレベル、はい、これから見る人も、いやいやもうこれは、ね、俺も見たくなってきちゃったから。いやいや、これは、その面白がって見るものじゃなくて、本当にただの、本当にただのプロパガンダっていうか、人を脅かしたりとか、あと自分たちのやることをリークしたりとかするための、うん、ドラマでしかないと思う。まあね、だって戦時中ってさ、映画とかはもうそういうこと、戦意を。ね、子供たちが T シャツ着てるんだけど、片っぽがすごい気持ち悪い顔してて、ここに Obey って書いてあって、はいはいはい、従えですよ。でも、もともとあるよね。もともとある。それと、隣に NASA っていう、NASA の人が2人でこう、はいはいはい、そこのなんかショットとか。Obey ってあれ、スケートブランドかな？あ、まあそうなんだ。多分、まあ。あるかもしれないけど、その、全体のそのドロドロとした感じ、うん、どんどんね、壁がどんどん変な風な、こう、環境ビデオみたいなんだけど、最初は穏やかな海が、それがどんどん荒れてきたりとかするのとか、ともかくこの不安をどんどん煽る感じ、うん、で、偽情報で世界、アメリカが混乱して、政府が機能してなくて、みたいな話なんね。それってさ、うん、自分たちがやってることじゃん。そうそう、だからそのさ、彼らがやること、うん、ね、その危機、うん、こんな危機になりますよっていうよりさ、カバルガーみたいな話、今最近私たちがやってたことですよっていう。そうそうそう、でテスラが山のようにな止まってて、そこが、うん、それで出入り、街に出入りできなくなったら、テスラもろテスラなんだけどね、使い物にならなくなってる。そうそうそうとかね、 EV、 あと時計が全部必ず6とかいっぱいさせてたりとかね、66させてたりとか、あとね、ずっとの最後までのテーマが、フレンズが、子供がフレンズの最終回を見たいって話をずっとしてて、ずっとフレンズの話してるのね。うん、フレンズの時のみたいな、ああいう。別にフレンズの俳優が死んだのって、この作ってる間っていうか、もう作り終わってるよね。フレンズ、フレンズのマシュペリーだっけ、うん、あの人、ジュリア・ロバーツの恋人だった時もあるんだよね。なんかちょっと、まあでも、今回のことは偶然だと思いたいけど。それで、これをリリースされた州っていうのが、中国がアメリカをサイバーアタックした州と同じ州にリリースされてる。うん、結構このサイバーアタック大きかったって言われてるんだけど、その規模誰も何にも言ってないけど。いや、俺なんか昔聞いたの、コカ・コーラ社が結構中国から、サイバーアタック受けてたって聞いたことあるよ。そう、だから今回のサイバーアタックすごい大きかったんですよね、アメリカはね。すごい言ってたもんね。言ってたけど、その結果が全然出てこないから分かんないんですけど。ともかくそのサイバーアタックあったって言うと、これリリースされた時が大体同じぐらいの感じで。まあ、いろんな意味で、これ見られる人は見てほしいですけど、後味は悪いですけど、まあそんな感じに。まあ、後味悪いのと、誰がこれに関わってるかっていうところだよね。オバマがね、うん、なんでこんなことすんのみたいな。何してんのみたいな。何したいのまあ、投資だと思うんだけど。それでさ、うん。うん、まあ、こういう、なんて、他のことをやってた人が急に映画のプロデューサーやるっていうのは、まあ、これは投資だと思うんだけど、でも、もちろんその内容とか、で、結局なんか、何か子供が怖がって、何が起きるのみたいな時に、結局何もかもこうやって白人が、悪いことを起こす時は白人が起こしていくんだよねみたいなことをボソって言ったりとか。白人なの？うん。獣医師とかじゃないの？白人って言ってた。黒人がね。黒人の人が白人がって言ってたからね。ほんとそれだからさ、ユダヤ人のそのうまい隠れ蓑というかさ、白人と黒人というその肌の色で分けるとさ、まあ、どっちもいるし、うんうんうん、その、何にでもなれるじゃない。11種ジャーマンとか、11種ロシアンとかさ、11種アメリカンとかさ。うんうん、だから、
パッと見は分かんないことも多いし、まあ分かる、パッと見から分かるジュリッシュもいるけどね。うん、この人明らかにっていう顔立ちの人もいるけど。そうそう、白人が例えばキークラックスクランやってたって言っても、白人じゃないもんね。だからそういう人たち白人にはいるけど、うん、別に白人がみんなそうだったってわけじゃないし、全然違う。ね、うんうん、それをでもそういう白人がって言われるとさ、黒人とか他のマイノリティがさ、うん、白人がってい う, こ う,、うんまあ、こう指を指すとさ、もうやっぱり白人全体が悪かったってことになる、うん、されちゃうじゃん。それはある、ね。でも十一種っていうとさ、うん、結局言っちゃいけないんだもん、ね、京都であってさ、うん、人かどうかっていうのはちょっとまた次のフェーズ、うん、レイヤーじゃない、うんうん、そこを置いて、まあ、みんなジンジンジンって言ってるから混乱するなっていうのが俺も最近分かってきたから。うん、でもおかしいよね、獣医種って言ったら、獣医種がって言ったらダメなのに白人がっていうのはいいとか、おかしいもんね。あと獣と獣医種の微妙な違いも多分あるんだよね。うん、俺明らかにユダヤとユダヤっぽい、うんってことでしょ、うん、ジュ一種って。なるほどね。うん。そうですね。ちょっとね、まあその辺はまたこれからもユダヤに詳しい人からいろいろ話を聞いてみたいと思います。はい。はい、ではまた次回を。